皆さんこんにちは。歌舞伎界の大物スターの一家心中というショッキングなニュースが話題を呼んでいます。まだ謎の多いこの事件ですが、2023年5月18日の午前中に速報で流れてから今までで少しずつ全容が見えてきました。2023年5月18日早朝、マネージャーが自宅に猿之助さんを迎えに行ったところ、倒れている猿之助さんを発見、その後2階にいる両親も倒れているところを発見したことが速報で流れました。時系列でまとめます。5月15日、女性セブンの記者が会食後の猿之助さんを直撃しています。不機嫌な表情で、答える義務はありませんと答えました。5月17日、市川猿之助さんの家族で話し合いが行われました。女性セブンの早すり記事を見た可能性が高い、家族でそばを食べた後に猿之助さんは両親にこう言ったそうです。週刊誌にあることないこと書かれ、もうダメだ、全てが虚しくなった、全員で死のう、生きる意味がない、寝ている間に死ぬのが一番楽だろう。家には猿之助さんが病院で処方してもらった睡眠導入剤が溜まっていました。猿之助さんは自室にある薬箱から大量に持ち出すと、パッケージから錠剤を取り出します。時計の針は深夜0時を指していました。両親はそれを口に含むと間もなく意識を失いました。猿之助さんは部屋にあったビニール袋を手に取り、その顔にかぶせ、そして47年間の歳月を共に過ごした両親にそれぞれ別れを告げました。5月18日、週刊誌の女性セブンで猿之助さんの記事発売日、両親が動かなくなった後、猿之助さんはビニール袋を取り外し、死に顔を見たといいます。その後、猿之助は仰向けに横たわっている、両親の体に1枚の掛け布団をかぶせ、傍らに猿の模様が描かれた枕を置いた。猿之助さん本人からマネージャーに体調不良で休園にすると連絡が入ります。10時過ぎに自宅に到着したマネージャーが3人を発見。猿之助さんは意識レベル10、受け答えができていた。父親、重体、病院で死亡。母親、現場で死亡確認。5月19日、猿之助さんのご両親の司法解剖が行われる。結果は向精神薬過剰摂取による中毒死。猿之助さん退院。市川猿之助奮闘歌舞伎公演の代役を市川團子が務める。現在も事情聴取中とのことですが、その中で猿之助さんには自殺幇助罪が確定しているとの噂があります。その考察としては、発見時の父親は重体、母親は死後硬直が起こっており、猿之助さんは意識がありました。この状態の差から見て、薬を飲んだ時間が違うのではないかと推測できます。体格や年齢の差、持病の有無でも薬の効力は差が出ますので推測です。その後両親に薬を渡し、両親が意識を失うと、ビニール袋で両親の顔を覆い、動かなくなったのを確認して袋を外し、布団をかけたことで時間差が生まれました。しかし家族会議をした、ここで話し合われた内容の解明が急がれます。すでにご両親が亡くなっており、室内で起こっているため、猿之助さんの証言が重要になってきます。判断ポイント、家族会議を行った際、両親の自殺願望の有無。1、話し合いで両親に願望がない、もしくは猿之助さんが嘘をついていたという場合には殺人罪にあたる。2、家族会議の中で両親にも願望があり、それを猿之助さんが手助けした場合は自殺幇助罪、もしくは同意殺人罪と判断される。3、猿之助さん、ご両親がそれぞれ行為に至ったのなら罪に問われない。これらの謎が解明されれば、事件の概要が見えてくると思います。そんな中で市川海老蔵さんがこの件を心配してやつれていると話題になっています。まずはお二人の関係性です。同じ市川を名乗っていますが、歌舞伎界では違う一門で親族でもありません。市川猿之助さん、沢社屋、市川海老蔵、團十郎さん、成田屋。市川海老蔵、團十郎さんの成田屋は初代市川團十郎から始まった直系です。一方で
市川猿之助さんの沢茶屋は、九代目市川團十郎の門弟から始まった一門です。成田屋は、江戸歌舞伎の創始者と言われる、初代市川團十郎の直系であることから、歌舞伎界で最も格式高いと言われています。市川猿之助さんと市川海老蔵、團十郎さんは同じ。市川でも親戚ではないと分かりましたね。それでは、年齢はどうでしょうか。市川猿之助さんと市川海老蔵、團十郎さんの年齢は次の通りです。2023年5月現在、市川猿之助さん、47歳。市川海老蔵さん、45歳。市川猿之助さんが海老蔵さんの2歳上ですね。ここまでは市川猿之助さんと市川海老蔵さんが仲良しか、関係性を見てみました。お二人は親族ではなく、年齢は猿之助さんが2歳年上です。続いては市川猿之助さんと市川海老蔵さんの仲良しエピソード3選を見てみましょう。誕生日を祝う市川猿之助さんは、2022年12月の市川海老蔵さんの誕生日をインスタのストーリーズで祝いました。海老蔵さんの本名、高俊さんを手書きで記し、可愛いスタンプもありました。さらに、市川猿之助さんは、プレゼントも送ったそうです。海老蔵さんはブログで、猿之助さんからプレゼントをもらった、嬉しい、と報告していました。お誕生日を祝うなんて仲良しの証拠ですね。祝ってもらった海老蔵さんも、嬉しかったからこそブログに投稿されたのでしょう。ツーショット披露。市川猿之助さんと市川海老蔵さんは、ツーショットを披露しています。その写真では市川猿之助さんは、髭を剃っているように見えます。髭を剃るのはプライベートな時間に思えますが、猿之助さんの顔は心許した感じに見えます。仲良しだからこそ撮ることができる写真なのでしょうね。舞台で主役と敵役を交互に演じる市川猿之助さんと市川海老蔵さんは、2022年7月7月大歌舞伎で共演しました。昼の部と夜の部があったのですが、お二人は主役と敵役を交互に演じたそうです。昼の部、柳影沢の蛍火、市川猿之助さん敵役、市川海老蔵さん主役。夜の部、荒川の佐吉、市川猿之助さん主役、市川海老蔵さん敵役。信頼関係を築いているからこそ演じることができるのでしょうね。プライベートで会う仲かは分かりませんが、良好な関係であることは間違いないでしょう。ここまでは市川猿之助さんと市川海老蔵さんの仲良しエピソード3つを紹介しました。ここまで仲がいいと今回の件は、市川海老蔵さんにとっては答えると思います。今後の動向にも目を見張りたいですね。最後まで動画をご視聴いただき、ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。